本田選手は日本サッカー界において最も成功した選手の一人だと思います。サッカー選手は、日本に5番といる中で本田選手が抜きに出た理由は振り返ってみて何だと思われますか？以前サッカーが上手いだけでは上に上がれないというようなことを聞いた気がします。なんすかね、やっぱ移籍の件とかもそうですし、やっぱビジネスの部分があるじゃないですか。要するに行きたいクラブに行けないとかっていうのが、現状はあるわけですよ。この辺はね、解決していかないといけないんですけど。で、あとはチームの中で他のチームメイトとか監督の戦術とかもあるじゃないですか。だからやっぱりその環境がね、その人の選手の成果にすごくこう紐づいてるでしょう。で、僕はそんなにうまくないから、やっぱそこに頼らないとやっぱり結果を出していけないわけですよ。で、その環境を整えるっていうことが僕の成功には必要不可欠だったわけです。結果を出すためにはね。で、そのいわゆる環境づくりが僕はあんまりうまくないと自負している選手が成功する上では一番大事なことだと思ってます。で、それがちょっと上手い人はそういう能力を軽視しすぎなんですよね。だから結果僕より上手い選手が僕より成果出せなかった人がたくさんいるのは、理由はそういう考え方が疎いからだと思ってます。